皆様お世話になっております。にゃっやっております。白猫プロジェクトプロデューサーの浅井です。今日はですね、皆さんに2つほどお知らせがございまして、こうして動画を撮っております。何かと言いますと、白猫プロジェクトのですね、次回生放送についてのお知らせになります。今年もですね、2月の白猫プロジェクトの生放送はですね、2月22日にゃんにゃんにゃんの日ですね、こちらに行おうと思っております。お気づきの方、勘のいい方いらっしゃるかなと思いますが、今年もやります。最高は猫決定戦ですね。今日はまずこちらの告知から行わせていただこうと思っております。僕もですね、猫飼っておりまして、こうちょっとこう、お前どこ見てんだみたいな、こううろんな目というかですね、あの白と黒でピアノっぽいからピノ君なんですけど、出来合いをしておりまして、今年はですね、僕も参加しちゃおうかななんて思ったりしておりますが、まあそんなこんなで才川猫ですね、実施をいたしますので、その告知をさせていただこうと思います。実施概要なんですけども、こちら去年と一緒ですね、ツイッターを、使わせていただこうかなと思っております。ハッシュタグ、シャープ白猫プロジェクト才川猫決定戦、シャープ白猫プロジェクト才川猫決定戦をつけて、猫の画像を、つぶやいてください。できればご自身の猫がいいかなと思いますが、あの投稿の許可がいただけてればですね、お友達とかご実家の猫でもまあいいんじゃないかなと思っております。添付していただく写真、何枚でも構いません。1枚でも2枚でも。で、投稿いただいた写真の中からですね、いくつかの写真を開発チームでピックアップさせていただきまして、去年と同じですね、公式のニコニコ生放送でご覧いただいている皆様と、あとは出演者の皆様で才川猫決定しようかなというふうに思っております。募集期間なんですけども、2016年の2月の12日の金曜日、ちょうどこの動画が公開されたタイミングをスタートにしようかなと思っておりまして、終了はですね、2016年2月16日火曜日の16時までとさせていただこうかなと思っております。そしてですね、番組内で使用をさせていただく猫のお写真なんですけども、これご本人の猫ですよというところを証明していただこうかなと思っております。本猫確認というやつですね。こちら本猫確認できないとですね、あのネットで拾ってきたものとかっていう可能性もあって、なかなか僕らとしても使いにくいところがありますので、ご協力いただきたいなと思っております。本猫確認なんですけども、ピックアップですね、本戦に進んでいただくというふうに決まった方には、白猫プロジェクトの公式ツイッターと相互フォロー一時的にさせていただきまして、こちらからダイレクトメッセージですね、送らせていただきますので、猫とあとゲーム ID ですね、一緒に撮影している写真をご返信いただきたいと思っております。こんな感じでお願いしますよというのを僕の方で撮っておりますので、後日もしくは動画のタイミングかな、アップいたしますが、そんな形で送っていただければと思います。ちょっとスマートフォンですね、ゲームと写真、猫の写真を同時なのでちょっと大変かなと思うんですけども、ご家族とかお友達のスマートフォンで撮影していただいたりとか、もしくはデジタルカメラですね、こちら使っていただいてもいいかなと思いますので、撮っていただければというふうに思っております。猫とゲーム画面確認できれば、あのご本人様は写ってなくても大丈夫です。ちょっと僕の方で撮った写真は僕が写っちゃってるんですけども、恥ずかしいという方はですね、別に顔写さなくても構いませんので、よろしくお願いいたします。そしてこちらですね、ご投稿いただき、かつ本猫確認が取れた猫の写真ですね、こちらを2月22日の公式ニコ生ですね、使わせていただいて、視聴者の皆さんの投票によって才川猫を決定したいと思っております。ご投稿いただいた、あるいは決定した才川猫ですね、こちらを元にして運営チームの方でキャラクター化させていただこうかなと思っています。去年はハローメロディア君というイベントを実施いたしましたね。でこちらのゲーム内に登場するキャラクターなんですけども、キャラクターの権利は弊社に帰属をさせていただきます。また猫のキャラクター化ですね、デザインや設定等については、基本的には運営チームに一任いただきたいなと思っております。もちろんですね、こんな感じの猫ですよとか、見た目のデザインのところですねはもちろん確認をさせていただきながら進めようかなと思っておりますが、 100% ご希望には添えないかなと思いますので、この点はご了承ください。またダイレクトメッセージでいただいた写真に関しましては、これ本猫確認の際ですね、いただいた写真につきましてはイベント終了後速やかに削除させていただきますし、またイベント終了後はですね、公式ツイッターとの相互フォローというのは解除させていただきます。こちら今おそらく1番から4番ぐらいまでですかね、実施概要
皆様にテキストでご覧いただいているんじゃないかなと思いますが、こちらに OK ですよとご了承いただいた方、ぜひですね、ご投稿をお願いいたします。詳細につきましては、ゲーム内のお知らせ等々でも記載をいたしますので、合わせてご確認をいただければと思っております。白猫プロジェクトということで、猫をモチーフにといいますか、題材にしたゲームになっておりますし、こういった才川猫みたいなイベントですね、皆さんと一緒に行えるのも白猫ならではかなと思っておりまして、ぜひぜひですね、振るってご応募いただければというふうに思っておりますので、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてもう一つお知らせがございます。2月22日のですね、ニコニコ生放送の企画なんですけども、才川猫と合わせまして、白猫王決定戦なるコーナーも行おうと思っております。これ何かと申しますと、僕ですね、浅井 P と、あとはユーザーの皆様とですね、対戦形式で、白猫プロジェクトに関するガチのクイズバトルを行おうかなと思っております。このコーナーでは、皆様に考えていただいたクイズの他にもですね、僕の方でも運営チームと相談をいたしまして、白猫プロジェクトのガチな、マニアックな問題をですね、準備いたしまして、皆様にご覧いただいて、お答えいただこうかなというふうに思っております。回答はですね、僕は記述式なんですね。ご投稿いただいたクイズに記述式でお答えをさせていただき、ユーザーの皆様はですね、選択式、ニコ生だと最大9択までいけるのかな、なっておりますが、アンケートを使ってですね、お答えいただこうというふうに思っております。ずるい企画じゃないかなと思ってるんですが、今スタッフがこんなことやってますが、まあそこはですね、一応開発人 VS ユーザーの皆様というところで、対等な感じになるんじゃないかなと思っております。でこちらの問題ですが、さすがにツイッターだとですね、投稿された瞬間に他の皆様から回答とかも飛んじゃう可能性あるかなと思いまして、ニコニコ生放送の視聴ページからご投稿いただけるという形になっております。こちら視聴ページ出ているんじゃないかなと思いますが、アクセスしていただいてですね、絶対浅井 P こんなんわかんねえよってやつをですね、ご投稿いただければいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆様お知恵を拝借できればと思いますので、よろしくお願いいたします。僕らの方でもそう簡単には答えられないやつ準備しようかなと思っておりますので、楽しみにお待ちください。ということで本日のお知らせ2つです。才川猫、ぜひご投稿くださいというところと、白猫王決定戦クイズですね、ご投稿くださいという2つのお知らせでございました。2月22日、僕も楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。では、2月22日、お会いいたしましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね。お済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。スマートフォンからご覧の方は、画面の下の方ですね、にありますチャンネル登録ボタンから登録をお願いいたします。パソコンからご覧の方は、この動画の上部にありますボタンから登録をお願いいたします。それでは皆様また次回。では、にゃん。にゃん。